ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。2月5日金曜日の全国の天気をお伝えします。予想天気図を見ていきましょう。今日は西日本、東日本のエリアでは高気圧に覆われて穏やかに晴れるところが多くなりそうです。ただ西からは前線が近づいていきますので、夜遅くには天気の崩れ始めるところが九州の北部、東シナ海から多くなっていきそうです。また北日本のエリアは寒気の影響が残りまして、等圧線も混んでいます。沿岸を中心に風の強まるところがありそうです。お天気アイコンでも確認していきましょう。北日本方面、雲が広がり雪の降りやすいお天気です。特に北海道ですとか日本海側の地域、また東北のエリアでも日本海側を中心に北陸周辺までは雪の降りやすいお天気となります。ただ次第に東北、そして北陸に関しては沿岸を中心に雨に変わるところが多くなりそうです。雪の残っている地域では路面状態の悪化や屋根からの落雪などにご注意ください。その他、西日本や東日本のエリアを見ていきますと、だんだんと晴れるところもこの北陸、金沢周辺では多くなりますし、朝からしっかりと晴れているところも西、東日本エリアでは多くなりそうです。むしろ西日本のエリアではゆっくり天気は下り坂となります。だんだんと雲が広がり、福岡など九州の北部のエリアでは夜遅く雨の降る可能性がありそうです。気温を見ていきますと、北日本のエリアでは1日を通して寒い体感続いていきます。北海道は氷点下の予想です。西、東日本のエリアでは10度を上回る地域も多くなりまして、昼間は日差しのぬくもりを感じられそうです。ただ朝晩は冷えますので、1日の寒暖差にご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。